どうも、ベトナム在住のうちつです。スインガームの方ね、溶接で直してもらってきました。歪みも出てないと思うんだけどな。これね、溶接したところ錆止め塗りたいんで、ちょっと簡単に汚れ落としてね、あとこの中とかも掃除してね、置きたいと思います。うわー、なかなか汚れてるな。映ってるね、カメラ外れてる。よいしょ。どうせ奥まで入らないんだよね。こんなもんでいっかも。これね、オリジナルのステッカーがついてるんだけど、もう剥がれかけてるから取っちゃいます。でこれね、本当はあの水洗いするのがいいんだけども、実はスインガームってね、あっちこっちにあの水抜きの穴が開いてるんですよ。でそっから水が入っちゃうとね、逆に抜くの大変なんで、もうペーパーで空とじしてね、そのまんま塗装いっちゃいます。今回ね、かなり適当なんですけども、こんな感じで掃除しました。ちょっとね、あのパーツクリーナーで掃除したんですね。で、ちょっと乾かして、溶接したとことかね、この穴の中、こういうとこだけね、錆止めのスプレー塗っておきます。それはね、もうビデオにしません。こんな感じでね、溶接した場所とあと中だけ錆止め塗っておきました。それでね、乾かしてる間に、メインスタンド、この、メインスタンドじゃないや、メインフレームにね、メインスタンドの方、取り付けします。とこのシャフトはね、もともとついてたやつがダメになってたんで、一応純正品です。使うんだが、こんな塗膜を厚くしたらつくわけがないよね。これね、実はあの、もともと穴がダメになったんですよね。あの溶接し直してやってね、それが余計新品が入らなくなってるんですよ。ちょっとね、ここを削ります。
さあ、それでだ。これですよ。もともとついてたのがね、こっち側。こうか。かなりサビサビなんでね、新しいのコピー部品ね、持ってるんだけども、これがこいつ用じゃないんだな。これ81って書いてあったんで、このアンドン株じゃなくってね、タンクが一体式になったやつなんだけども、多分つくんじゃないのかな。まあとりあえずつけてみよう。一応これでいけんじゃないの。OK でしょう。ね。これね、塗装準備できたんで、マスキングするとこマスキングテープ貼って、あとあのアルコールでね拭いてから色塗っていきます。これね、まだ一度塗りしただけで、この後ろが前にあの調合したオリーブグリーンで、こっちの前側がね今回新しく作ったやつですけど、まあまあ同じ色になってると思います。この後ね乾かして、まあ、あの反対側塗ったりとか、スイングアームもね裏返して塗っていくんですけども、まあそれはねもう動画にしないであの塗っておきます。なんで今日はここまでです。それではまた。